どうも、熊田です。このチャンネルではここ最近の声優さんニュースをご紹介します。今回のニュースはこちら。それではどうぞ。夏川椎名さん、5月13日放送のラジオ A&G トライバルレディオエジソンにてトライセールとして出演された際、公式がツイッターに載せる用の写真を撮影したんですが、その時左手薬指に指輪がされているということでネットがざわついたんですよ。ネット記事にもされちゃって、このチャンネルではあえてニュースにしませんでしたけど、夏川さんが先日のラジオにてしっかり説明されてましたので、そっちをこの場を借りてご紹介しておきます。結論から言って、あれは匂わせとかではなくおしゃれとのことです。これまでライブなどではよく指輪をはめていたそうですが、私服でそれっぽい指輪をつけてしまったのが原因だったのかなと考察されてました。またセブンスシングルゆえにのジャケ写をご覧いただくとわかるんですが、銀のスプーンやフォークがいっぱい写っていて、指にシルバーリングをはめています。この楽曲関係で事前にシルバーアクセサリーをいくつも購入していて、せっかく買ったんだからプライベートでも身につけていたそうな、その流れでラジオエジソンに出演された際にああなったわけです。とはいえ、一般的に左手薬指に指輪があったら、あれそうなのとファンが受け取ってしまっても全くおかしくない。紛らわしいことはしないでくださいよと言われればその通りかもしれないとおっしゃっていました。夏川さん曰く、指の太さやバランスの問題で薬指が一番マッチするそうです。なのでこれを機に左手薬指には一切指輪をはめませんというのも辛いことで、ライブは OK だけどプライベートは NG という制約を作るのも変だしということで、今後も左手薬指に指輪をつけることはあるが、明らかにそれっぽい形状の勘違いさせるようなものは避けようとおっしゃっていました。こういうのって人によって感じ方が違います。おしゃれだねという人から、どういうことだと追求する人まで、全ての人を納得させるなんて無理なので、まあ難しいよね。夏川さん、今回これを説明するか迷ったそうですが、ネットがざわついたままなのも嫌なのでしっかり説明しようと思ったとのこと。ラジオのリンクは説明欄に貼っておきますが、なんていうか夏川さんのファンを思う優しいお人柄がよく伝わってきます。ぜひお聞きください。最後に、夏川椎名セブンスシングルゆえにもぜひチェックしてね。講談社制作のオリジナルアニメ本の道が2024年1月に放送されることが発表されました。こちらなんと五等分の花嫁の作者春場ネギ先生がキャラクター原案を務めています。俺はこれだけで視聴確定ですが、どんなアニメかというと、本の道とは元雀荘を遊び場として尾道で楽しく暮らす女子高生たちの日常を描く完全新作オリジナルアニメーション。広島県尾道市の風情がある町並みや由緒ある神社仏閣、美しい海、豊かな自然を舞台にキャラクターたちのゆっくりとだけどキラキラ輝く日々を描いていくというもの。これは聖地巡礼できそうなスポットがたくさん登場しそうです。麻雀好きな方だったら見なきゃ損かと。さて、メインキャラと担当声優さんをご紹介しましょう。実編者なし子役を前田香織さん、川東パイ役を佐伯伊織さん、徳富泉役を和歌山紫苑さん、林理一役を近藤結衣さんが演じます。前田香織さんといえば、ラブライブ、虹ヶ崎学園、スクールアイドル同好会、大阪雫役とか、最近だと異世界でチート能力を手にした俺は現実世界をも無双する、レベルアップは人生を変えた、レクシア・フォン・アルセリア役などを演じている方。佐伯織さんは処刑少女のバージンロード、メノー役、氷剣の魔術師が世界を滑る、アメリア・ローズ役などを演じた声優さん。和歌山紫苑さんはタクト・オーパス・デスティニー、運命・コゼット役やリコリス・リコイル、井上竹野役などを演じた声優さん。最後に近藤結衣さんですが、アイドルマスターミリオンライブ、篠宮可憐役や馬娘プリティダービー、琵琶早秀役などを演じた声優さん。放送は2024年1月、ティザー PV は公式サイトから閲覧可能です。説明欄からどうぞ。続報を待ちましょう。5月22日午後11時54分、小野勇気さんが突然一文字ツイートを連続でします。その内容が滑り込みというもの。これ何を表していたかといえば、その後こんなツイート、おめえたくや、逆に滑り込みで祝ってみる、江口拓也生誕祭2023ということで、江口拓也さんのお誕生日お祝いツイートだったわけですね。ところで小野さんの子ツイートの時点で杉田智和さんがこんなリプをしていました。チン、なんということでしょう。せっかくのお祝いツイートが、っていうかもう何にでも反応してくるじゃん杉田さん。そしてこうツイート、チンボットと化してしまった。いや、何ですかねチンボットって、初めて知りました。梅原雄一郎さん、演技力抜群、声もかっこよすぎで超イケメン。俺の推し男性声優さんなんですけど、その梅原さんが担当するラジオの中で先日めちゃめちゃ面白いエピソードが語られたんでご紹介します。梅原さんも VR で
そのあっち系の動画を、女の子とキャッキャウフフする動画を視聴することがあるそうなんですが、気分を盛り上げ感情移入しなければいけないので、お相手の方から話しかけられた時は、はいはいと返事をするようにしているらしい。梅原さん曰く、 VR は冷静になったら終わり、返事はちゃんと声に出さないとダメらしい。なんて紳士なんだ。花江夏樹さん、先日の声優と夜遊びで芸名の由来について語られていました。そもそも自分で考えた芸名が花江夏樹か花井夏樹だったとか、花江さんの中では花井が8割方決まっていたそうですが、事務所の社長が花江で行こうということで今の芸名になったとか。なぜ花を入れたかったかは、本名の名字が地味で花がないからキラキラした感じにしたかったみたいです。話は変わりますが、花江さんのいとこさん、最近吉本に入ったそうです。それまで一般企業に勤めていたそうですが、芸人になると言って上京したそうな。ツイッターもやっていてネタを投稿しているみたいです。花江さんも知らないふりをしてたまにチェックしているそうです。もしかするといつか花江さんと共演される日が来るかもしれないですね。5月23日、大塚明夫さん、めちゃめちゃ痛々しいツイート。心臓弱い人ご注意ください。スイカバー食べてたらさ、思い切りほっぺた噛んじゃって、おっきな血豆できちゃってさ、喋りにくいから血豆潰したの。そしたら口の中の皮がヒラヒラして、やっぱり喋りにくいからえいってちぎったの。傷が広がってお医者もびっくり。ロキソニンナウ。大塚さん、いくらなんでもワイルドすぎやしませんか？喋りにくいとおっしゃっているから、収録でセリフ言うのに支障があったんでしょうけど、ちなみに血豆を潰すと傷ができて後になったり、傷から感染することもあるので基本は潰さない方がいいとのこと。もし潰れてしまった場合は殺菌成分のあるうがい薬でうがいしましょう。5月23日、岩田光雄さんが飲食店で目撃したとある声優さんのとある対応が話題になっています。ランチに某大戸屋のカウンター席で食事をしていたら、後から来て隣に座ったお客さんが店員さんに水をこぼされて、優しく大丈夫ですよと答えて、紳士だなと好印象。帰り際にどんな人だろうと覗いたら佐藤拓也くんだった。思わず二度見して大笑いでした。佐藤拓也さんといえば、ジョジョの奇妙な冒険シーザー・アントニオ・チェペリ役を演じられた声優さんですね。こういう店員さんに対して真摯に対応できる人って素敵です。学生時代に天ぷらの塩をひっくり返されて若干イラついてしまった自分をぶん殴りたい。5月20日開催の声優紅白歌合戦2023、福原香織さんも出演されていたんですね。福原さんはアニメラキスタ柊木司のキャラソン「ネニゲレリセット」を歌唱されたんですが、こんなツイートをされています。先日の声優紅白歌合戦で初めて「父をもげ」という曲を聴いてから、毎日あの曲が頭の中でループしてしまう。助けて。はい、ということでなんだかすごいワードが出てきましたが、「父をもげ」という曲、アニメ「金色のガッシュベル」にて登場したパルコフォルゴレの持ち歌で、 CV は高橋ひろきさん。この曲ご存知ない方、 YouTube で検索して聴いてみてください。開始10秒で恥ずかしくなることでしょう。あと家族の前や職場では再生しないように。高橋ひろきさん、なんと声優紅白歌合戦2023でこの曲を歌唱されました。めっちゃいい笑顔で、一番恥ずかしいのはこの僕なんですとおっしゃっていました。声優さんって大変なんだね。あ、この曲説明欄にリンク貼っておきます。5月28日、井上きっこさんがこんなツイート。今洋画のシリーズものの台本をチェックしてるんだけど、私は1回だけの登場でね、台本の文字がちょっと大きいの。これフォントって言うんだよね。フォント嬉しい。17歳だけどフォント嬉しい。気に入ってるので2回言いました。はい、ということで覚えた言葉ではしゃぎつつ、ついダジャレを言ってしまうきっこ姉さん17歳です。おいおい